ュース。ピーツオブケークのショウタンです。サッサンです。今日も最後までよろしくお願いいたします。お願いします。毎週金曜日料理動画投稿の日でございます。はい、待ってましたナポリタン。イエイ。先週の話だとそうなっちゃってるね。はい。え、作んないですか。ケチャップは用意した。おう。玉ねぎも用意した。おう。あとは？ピーマンも用意した。おう。ソーセージも用意した。おう。できる。ご飯も用意した。でご飯違う。パスタや。チキンライスじゃないの？いや知ってんだよ。え？昨日夜に来て、うん、パスタ準備してんの知ってんね。ああ、夜中の3時ぐらいに。だって朝冷蔵庫開けたら入ってたもん。じゃあ今日はナポリタンですね。はい、作りまーす。やったー。喫茶店風ナポリタン。ナポリタンね、何気にね、簡単って言いながらね、工程がめんどくさいんです。あ、そうなんですか。喫茶店風のを作るとなると、その前日にパスタ仕込まなきゃいけなかったりとか、うん、ちょっとね、料理工程もね、同時に2つやったりしなきゃいけなかったりとか。まあまあ、仕込んでやるってことは、そうですね、うん、本気出してるってことなんで、うん、僕も本気で食べたいと思います。今日はりょうくんがいないんですけど、はい、ちょっとレビューの方が心配なんですが。頼りすぎじゃね、俺ら。え？頼りすぎじゃね。だってさ、食べて、美味しゅうございましたと、うまちだで。ああ、引き出し総合的にまとめちゃってますもんね。うんうんうん、よし。ということで本日は喫茶店風ナポリタンを作りたいと思います。ということで本編の方ご覧ください。どうぞ。材料紹介していきます。本日紹介する分量に関しては全て1人前で、今回3人前作るので、実際説明してる量よりもちょっと多めの材料を紹介してますんで、で例えば4人前だったら今回紹介する分量の4倍していただければ問題ないので、パスタ 100g、本日3人前なんで 300g あります。これもうすでに茹で上がってるんです。茹でて一晩寝かしてあります。なぜ一晩寝かすかっていうと、パスタのでんぷん質が水分を含んでもちもちになるんで1日寝かしてあります。冷蔵庫で茹で上がりを使うと喫茶店のナポリタンみたいな仕上がりにちょっとなりづらいんで、1日前に茹でて冷蔵庫に入れてあります。で茹で上がった後にサラダ油大さじ1杯振りかけて、まあ今回 300g なんで大さじ3杯振りかけてますけど、それでよくパスタを混ぜて冷蔵庫入れておいてください。玉ねぎ1人前4分の1個なんで今回4分の3使っていきます。ピーマン2分の1個なんで今回、1個半使っていきます。で、ソーセージ1人前 40g です。今回 120g、 大体シャウエッセン2本で1人前だと思っておいてください。マッシュルームは 15g、 水煮ですね。生より水煮の方が喫茶店っぽくはなります。それなんで今回 45g これ使っていきます。ウスターソース、こちらウスターソース、こちら小さじ1杯なんで今回小さじ3杯使っていきます。でケチャップなんですけど1人前 50g、 こちらですね。こちらナポリタンの仕上がりって結構スパイス感と甘さのケチャップの味だったりもするので、カゴメってスパイス感が強いんですよ、トマトケチャップの中でも。それなんでカゴメとあと甘みを出すためにハインツ、こちらのケチャップを半々使っていきます。それなんで 50g の、まあ、半分なんで 25g ずつだから、3人前なんで 75g ずつ使っていきます。バターですね。バター 5g 1人前なんで今回 15g 使っていきます。水大さじ1杯なんで今回大さじ3杯用意してます。油、これ炒めるのに使うんで適量ですね。あと盛り付け用にパセリですね。ブラックペッパー適量でございます。目玉焼きを乗せたりする場合は、まあ、一皿につき1人前につき1個用意していただければと思います。それでは早速やっていきます。まず合わせ調味料から作っていきます。ウスターソース小さじ3、1、2、3で、ハインツ75、ハインツ次、ハインツ75入れたら次カゴメケチャップ75入れてください。
人を笑わせないで。ですか。いや俺は笑わせないですよ。勝手に笑ったのが普通です。でこちら混ぜ合わせてソースの準備をしておきます。これよく混ぜ合わせてください。はい、でパスタ、もう茹で上がってるパスタ、こちらに用意した水、今回大さじ3混ぜていきます。それで麺を軽くこの段階でほぐしてください。水で、でこのほぐれた状態でちょっと置きます。はい、それでは野菜切っていきます。玉ねぎ、玉ねぎはスライスしてください。半分に切ってから。よいしょ。玉ねぎ3/4で、ピーマンは、ヘタとお尻の部分と中の芯を取ってください。まだ作り始めたばっかり。はい、次ソーセージは斜めに切っていきます。他に言いようないやうふふじゃねえよ。え、いつもいつも。で、マッシュルーム水にこれ開けて水取っときます。あ、水切っときます。はい、めんどくさいんでそれ買いました。違う違う、水の方がいいんだよ。あ、そうです。あの、喫茶店のあれを作る場合は、ナポリタン作る場合、あの、喫茶店のさ、ナポリタンとかさ、そういうとこってさ、マッシュルームとか水に使ってるの多いから。へえ。はい、材料切れました。玉ねぎこんな感じ、ピーマンこんな感じですね。こんな感じ、縦に切っていただいて、で、ソーセージが斜め切りで、水に、材料こんな感じですね。で、ソーセージの代わりに、ハムでもいいですし、あと豚肉でもいいです。同じ分量であれば。今日はもう僕のためにシャオエッセンを選んだんですね。はい、そうです。で、これからちょっと同時進行していきます。フライパン2つ用意してください。で、片方にパスタ、冷蔵庫で1日冷め切ってるんで。あ、温めるんですね。そうそうそう、ちょっと蒸し焼きみたいな感じにするので、パスタの方は弱火で蓋していきます。はい、それじゃあ具材炒めていきます。まずソーセージ、面倒くさいに手でいきます。ソーセージに軽く火が通ってきたら他の食材入れちゃいます。家でナポリタン作るとどうしてもベタってなっちゃったりすると思うんですけど、今日はそれはちょっと解消する方法をお教えします。家のレンジがお店用のやつだよっていう人が普通に作っていただくんですけど、大概そうじゃないと思うんで。で、こんくらい火が通ったら一回バットに上げちゃいます。そうしたら別に油を足すことなく火を弱火にして、先ほどの合わせ調味料、まあ、ケチャップとかですね、それを入れていただきます。で、ここで水分をちょっと飛ばします。どうしてもこの水分が多いせいでベチャッとした仕上がりになってしまうので、で、水分の飛び始めた目安っていうのはこの周りがこうカピカピになってくるというか、焦げついてくるというか。そうしたらここにさっきパッドに移したやつ戻します。
ここにパスタ、火を通したパスタ入れて炒めていきます。ケチャップの色をつけてください。あ、流れた。もうできるじゃん。もうできるよ。真ん中にいる、このセレン乗ってくれないんだよ。で、バターを真ん中にちょろっと乗せて、ダーン。で、ここにパセリ、ブラックペッパーをかけて完成でございます。見た目キンドとラブとか書かないです。ピースオフケーキ、いただきます。どうぞ召し上がれ。いや、まず好みます。僕はサッサンのせいでナポリタンが好きになってしまいましたからね。作ったことあったっけ。いや、一緒に行くときナポリタン頼むじゃないですか。大波乱。うまい。おいしいっすよ。優しい味が。あの、家で作るとね、どうしてもベチャベチャしちゃうんだよね。全然しないっす。うん、大概ね、あのケチャップの水分飛ばさずにやっちゃうとね、ベチャベチャするんですよ。おー、うん、そこがポイントですね。そうですね。あとパスタを1日前に揚げて冷蔵庫で寝かせる。麺もね、いい感じ。どうしてもね、家で茹でちゃうとアルデンテとかでさ、やっちゃうとちょっとナポリタン風になんないんだよね。ナポリタンってアルデンテ風じゃないですもんね。うん、がっつりですもんね。うん、粉チーズ僕も入れようとしたんですよ、今。あら、綺麗な雪の花が咲いてます。もう冬だね。はい、まだ冬じゃねえよ。うん、やっぱチーズ入れるとやっぱまた味が変わって美味しいですよね。うん、やっぱね、いろんなとこを食べ歩いてきた経験が出てますね、ささ。うん、タイガーウイラナポリタンあるとこナポリタンだから。確かに。うん、あともうちょっとあるんで、明日でも食べてください。わかりました。見てください、汚れてないです。ほんとだ。すごくね。うん。だから赤にしてきたんですか、服。うん、うん。まあ、さすがにすぐこぼすもんな。誰かと一緒で。ケーキ？ごちそうさまでした。お粗末さまでした。うまちです。いっぱい美味しいとこのナポリタンを食べてきてるサッサンのナポリタンはやっぱり間違いなかったですね。前動画で紹介した小梅カフェ、はい、あそこウインナーとかじゃなくて豚のバラ肉かなんかなんだよね。あ、そうなんですか。うん、まあ、そこで俺ナポリタン食べたことないですよ。うん、おい、あそこナポリタンが比較できるかな。あそこいつもペペロンティーノですね。うん、よかった、気に入ってもらえて。これはリピート確定ですね。リピートするのか。明日からナポリタン生活が始まります。それはやめた方がいいと思う。本当ですか。うん、もしこれ食べたいときは前日にパスタ茹でといてください。あ、そういうことで。そういうことです。寝かさなきゃいけない、もちっとさせるために。うん、それ用の麺買ってきますわ、太いやつ。ああ、そっちの方が美味しいかもね。アルデンテにする場合って表示されてる時間より1分ぐらい短くしてあげるじゃん。うん、
もう表示時間通り、なんなら表示時間オーバーしてもいいぐらい。こう潰した時にアルデンテってこうプチってちょっと芯が残るけど、グニャっていくぐらい大丈夫。ニャンまで行くと多分デロデロになるから、まあ、適度なね柔らかさで、で 100g につき大体大さじ1杯のサラダ油とか冷水で締めた後にそれまぶして冷蔵庫で寝かせると、そうするとこんだけ美味しくなります、うん、もちもちになります。だからほんとすぐにナポリタン食べたいとかっていう場合ってもうそのまま調理しちゃってもいいんだけど、やっぱりちょっとこのもっちり感がなかったりとか、あ確かに、あの一晩寝かせるといいんだけど、まあ、例えば今日のお昼ナポリタン食べたいなっていう場合、朝もう茹でといて3時間ぐらい寝かせるとだいぶ違うから、なるほど、まあそれでもいいし。来週は、来週はりょうくん、りょうくんですね、うん、まあちょっとりょうくんいないんで何作るって聞けないですけど、うん、じゃあ来週はりょうくんとなります。はい、よろしくお願いします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。次回の動画ぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。